田誠一君。日本維新の会の串田誠一でございます。質問の順番を、少し5番のところから変えようかなと思っているんですが、まあ、それは先ほど市内が大変充実した質疑をしていただいてまして、まあ、結局ですね、合格者数は増やしたということなわけです。先ほどの話もありますように、500人だったのが1500人、合格者数は増やすというそういう目標はもう決まったわけですよね。決めてある。それに対して、間口もっとは、非常に狭くしてしまったと。要するに、法科大学院がに入学しないとこれは受験できないという、そういう狭いものに文句をしてしまったというのが、まあ、一番の最大の問題ではないかというふうに、今聞いていて思ったわけでございまして、まあ、法改正の時に、品議員が所属をしている政党から、まあ、この法科大学院を受験資格にするのはやめようではないかという法案が並行して出されました。で、現在公認会計士試験の場合には会計大学院というのがあるんですけれども、必ずしもこれは、受験資格にはなってないわけですよね。で、司法試験の場合にもそういうようにして法科大学院の存在は必要であるというのはそれは構わないと思うけれども、受験資格として必要なんだろうかということが一つの大きな問題になっていて、昨今ですね、デジタルトランスインフォメーション、フォーメーションだとか IoT だとか AI だとかいろんな問題が出てきて、犯罪のものも非常に多様化しているし、経済的なものも、まあ、インターネットなどを通じて、諸外国ともう国籍、まあ、国境という垣根がないというような商取引もある中でですね、そういう専門的な分野を学んだ人が、法曹界に入っていただくというのが実はこれ本当は必要なんじゃないかと、今はまさにそういう時代になってきているんじゃないかと。いろんな学部で学びながら、そしてそれを放送の世界で生かしたいと思っている人が、司法試験という最終的な試験は合格しなきゃいけないわけですから、法律上の要件は満たしながらも、いろんな分野で学んだ人がむしろ放送の世界に入っていただくというのが、今はむしろそういうことが要求されているのではないかなというふうに思っているわけでございまして、かつて、受験者数が多かったのはどんな人でも受験できると、どんな分野でも勉強していても、そしてそれを放送で生かしたいときには司法試験さえ合格すればその世界に入れるっていうんで魅力があったのが、今は法科大学院に行かないと受験できない、法科大学院に入るには入学金もかかる、授業料もかかる、そういうような裕福な余裕がある人でないと受験できないというのが、これが魅力がなくなってしまっている分野だと思いますし、いろんなことを学ぶようなことがなくて、法律だけの狭い分野の人たちだけが司法試験を受験していくということが、果たしてこれ日本にとっていいことなんだろうかと。ここをですね、基本に戻ってやっていかれたらどうかな。少子化になって500人が1500人になったわけですから、その合格者数が増えた以上は間口を狭くする必要は私ないんじゃないかと思うんですけれども、上川大臣、このね、放送受験資格、これを法科大学院としてないと、まあ、予備試験あるにしてもね、法科大学院が必ずしもこの受験資格の要件にしておくということ自体はそろそろ考えていくべきじゃないかと。で、当時品議員が法案出されていたときには、それで結果が変わらない場合にはもう一度考えましょうよという話でしたよね。そして今の話だと全然変わらなかったわけですから、いよいよもってこれは、改正をしていくべきではないかなというふうに私は思うんですけれども、上川法務大臣いかがですか。上川法務大臣。国際社会また国内における動向、さまざまな変化が著しい状況におきましては、多様な放送人材をしっかりと養成し、また活躍していただくということについては極めて重要なことであると認識をしております。制度論という形での話でもございましたけれども、そもそもこの放送要請の制度そのものを改革をするということにつきましては、
旧制度のまあいろんな課題や問題が指摘されまして、その上で新しい制度の導入に至ったというふうに理解をしております。当時は現行のその法制度、これ導入される前の旧制度でありますが、司法試験という点のみの受験でありまして、大変受験競争が厳しい状況にございましたし、また受験者の受験技術優先の傾向が顕著になってきた、そしてまた質を維持しつつ大幅な応募人口の増加を図ることに大きな困難が伴うことなどがその当時まあ問題点として指摘されて、そして新制度の改革という形で大きな抜本的な改革に至ったところであります。まあ、先ほど のご指摘もございましたように、制度そのものは絶えず現状に合わせてより目的に照らしたところにたどり着くということが本来の趣旨でありますので、そこのところはよく検証しながらしてまいりたいと思いますし、またそのさまざまな指標そのものを見てもなかなか課題もあるということでございますので、そこのところについても謙虚に検証してまいりたいというふうに思っております。串田誠一君。はい、まあ、いろいろ先ほどからもあれこれ反論といいますか言い訳があったと思うんですけれども、私も聞いていてですね、あまり説得力がないんじゃないかなと。今の時代こそね、いろんな知識がないと対応できないような犯罪も非常に多岐にわたってますよね。そういう理科系でないとその犯罪に理解できないようなものも出てきてるし、経済関連もそうですので、そういう裁判をするにもね、そういうその社会情勢というか国際間のことを詳しい人が裁判官になったり弁護士になったり、あるいは理科系の人が検事になったりとかですね、特化するようなことも本当に必要になってきている中で、やはりいろんな分野をやりながらも最終的にそれを法律の世界に生かしたいという学生のね、その希望はやっぱり国も受け止めていってあげたいなというふうに私は思うので、ぜひね、こういうその制限というものは、取り払っていただきたいなというふうにお願いをしたいと思うんですが、まあ、一つですね、先ほど品議員から合格者数の話がありましたが、現状の場合であれば私はそれでもいいのかなとは思うんですけれども、一つ問題提起をさせていただきたいのは、この家族法だとかの分野においては日本は非常にその司法の関与が少ないんですよ。例えば一昨年の国連の子どもの権利委員会からは、児童を家族から分離すべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入することという勧告を受けている。でこれは子どもの権利条約の9条で、父母が、から子どもを離すときには権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として、行うことができるとなっているんですよ。要するに、そしてこの子どもの権利条約は1994年日本は批准しているんですよ。だからここに書いてあるように権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として書いてある。その司法の審査に従うことの条件が設けられていないから、一昨年の国連の勧告では義務的司法審査を導入しなさいって勧告されているわけです。でこれは司法が介入していかなければならない分野なんですよ。ですからそういう分野をしっかりと日本が携えていくようなことになるんであれば、今の裁判官の数では足りないんです。合格者の数もそういう意味ではね、今の1500人というのが多いとは言い切れないんですよ。こういう分野が使われていないから、今品議員 のお話のようなね、人数減らしたらどうかっていうのはアンケート調査ではそうあるかもしれないけど、日本が必要としているような司法分野を設けてないからそういう意味で言えるのであって、本来子どものために司法審査をちゃんとこういうようなものを条約を批准した国として遵守してるんだったら、そこの分野に関しては足りてないんですよ。このことに関しての法務大臣としての認識は終わりですか。上川法務大臣。
委員ご指摘の平成31年の2月に児童の権利委員会におきまして、対日審査の総括所見において、まさに義務的司法審査を導入することなどが要請されたということにつきましては承知をしております。で、この現在、司法関与の制度ということで、児童福祉法上の一時保護におきましては、迅速に児童の安全確保の必要性が認められるということで、親権者等の意に反する場合であっても、行政の判断で行うことができるとされているところでございますが、他方、暫定的な措置であるとはいえ、強制的に親子を分離する措置ということでありますので、長期化している事例も見られるということから、児童相談所長等が親権者等の意に反して、2ヶ月を超えて一時保護を行う場合につきましては、手続きの適正性担保の観点から、家庭裁判所の承認を得る必要があるとされている状況でございます。一時保護の手続きのあり方につきましても、平成29年の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の付則におきまして、施行後3年目途として、検討規定が設けられているということで、これを踏まえて、現在、厚生労働省が検討会を設置して検討をしている状況でございます。法務省もこれに参加をしているところでございますので、今後も引き続き、しっかりと必要な協力をしてまいりたいというふうに考えております。串田誠一君。はい、その点に関しては、かなりその条約だとか国連の勧告を自分の国の都合のいいようにちょっと解釈しているんだろうなというふうに思っています。今日の新聞にも虐待被害の子どもが2172人ということで前年比 9.1% 増、5年間で倍増しているという事実がございます。で、児相に通告が10万6991人ということで前年比 8.9%、これはコロナ禍において自宅にいるという状況の中で虐待が増えるということも言われているんですけれどもね、児童の虐待に関してはもう本当に速やかなその対処が必要であると。しかしこれ通告ですので誤った保護もあるわけですよね。で、これ先ほど今大臣おっしゃられたように2ヶ月とおっしゃられましたが、2ヶ月っていうのは子どもにとっても家族にとってもすごく大きい長い期間ですよ。誤ってその保護されているとしたら、で、学校との関係ではもう神隠しのようにね、理由を言われないで突如として2ヶ月学校に行かなくなるんですよね。で、そういうような状況の中でその国連勧告はちゃんとエビデンスに基づいて保護が必要であるかどうかを審査するというのが子どもの権利条約に書かれていて、それを行っていないという指摘なんです。で、国連の勧告によるとね、ここに書いてあるのは分離するべきか否かの決定に関して、だから分離するかどうかっていうことの決定の段階で司法審査がなきゃいけない。だからその何か通報があってすぐに保護しなきゃいけないっていうのはそれはいいと思うんで、その前にやれっていうのは難しいかもしれないけれども、その後ですね、やはり常識的な範囲内で数日以内にそれは審査をしていかなければ、これはやはり国連を納得させることできないしね、子どもの権利条約も分離されないことを確保するんだけれども、当局の地方が審査に従うことを条件としてできるって書いてあるから、2ヶ月後だからいいってもんじゃないんですよね。それね、いつまで言ってもね、これ世界が納得しない子どもの虐待なんですよ。こういうところをしっかりと用意していけば、今のね、裁判官の数あるいは弁護士の数等ではね、足りないぐらい本当になっているわけだし、世界中はそういう意味で家族法に関するね、迅速な司法審査、司法関与っていうのは本当に充実してますよね。日本はそういう意味でね、当事者に任せきりになっている部分が非常にあるんじゃないかと。ここら辺の部分をしっかりとやっていただかなければいけないと思うんで、今厚労省との間でも話し合いが行われていると思いますが、法務大臣としてね、この子どもの権利条約、そして国連の勧告から常識的に解釈できることを踏まえた上で、厚労省ともう少し連携していただけないですか。上川法務大臣。
子どもの、利益に資する状況をいかに作っていくのか、特に虐待の場合には言葉を発することもできない子どもさんもいらっしゃるし、そういうことについて私は本当に大きな課題であると思っております。また緊急を要することであるというふうに思っております。外国のさまざまな取り組みの事例も調査しているところでございますが、いろいろ制度の中にはこうバリエーションがあるということでございますので、よく学ばせていただいて、そして厚労省とともに検討をしっかりと進めてまいりたいと思っております。串田誠一君。そこで一つ提案させていただきたいんですけれど、今ずっと話の中で裁判官を急激に増やすというのはなかなか難しいんですよね。 ですけれど国連からも義務的司法審査を導入することとこう勧告を受けている。これをどうやってね、国連のその勧告に合う子どものための方策が考えられるだろうかというときに、一時保護の段階で弁護士が非常勤裁判官のような形で、今当番弁護士としてすぐ行きますけれど、それは一方 ための弁護士になるんです、弁護人になるんですが、そうじゃなくてね、一時保護の時にその自走の顧問弁護士いるんですよ。だけどそれはやはりこれは公平とは言えないですから、一時保護をする段階に今の弁護士を、当番弁護士のような形で非常勤裁判官制度を採用して、すぐにそこの段階で子どもの意見も聞く、親の意見も聞く、児相の意見も聞くという形の中で中立的な立場で判断をするということになれば、子どもの権利条約も国連の勧告も私はクリアできるんじゃないかと思うんですが、そういったようなところを検討していただけないですか。金子司法法制部長。はい、先生からの、アイデアは弁護士から、非常勤の裁判官を採用してこの案件に当てると担当してもらうということと理解、しました。一般的に言えば社会に生起するさまざまな法的紛争を適切迅速に解決するためには、使用権を担う裁判所の人的物的体制の整備が不可欠です。で、もし、そういう司法先生のおっしゃるような、委員のおっしゃるような司法審査をする上で裁判官が不足するからしているからできないというような認識であれば、本来裁判所の体制をきちんと臨時的ではなくて裁判官を人的に物的に整えるというのが本来のあり方であろうと思います。ただ裁判官の不足 が不足しているから今司法審査がされてないんだという関係にあるものとは認識しておりませんので、ちょっと先生 ご提案に直接答えることは難しいと思っています。串田誠一君。なんか答えになっているかどうかちょっと分かりませんけれど、要するにその国連からこういう勧告を受けているってこと自体のね、そして子どもの権利条約日本が批准してますからね、批准しているこの条約守っているかといったら守ってないじゃないですか。それに対してどういうふうに対応すればいいのかというのは、私が言っているのはこれ絶対的にこういうのにしましょうと言っているわけじゃなくてね、義務的司法審査がなされていないというこういう批判に対して、他の国やってるんだから、日本もやるときに今裁判官足りてないということが理由とはなっていないと思いますとか言って、じゃあ何が理由なのかって話だしね、どういう解決をするのかって提案していかないと、いつまでもずっと批判されっぱなしになっちゃうわけですよ。そういったようなことをぜひね、検討していただきたいというふうに思います。時間の関係で最初の定員法のところの質問のところに入りたいと思うんですけれども、この合理化っていうのは私も賛成なんですが、その中でね、一つその合理化として検討していただきたいのは法廷通訳のことでございます。で、今裁判所にもご存知ですか、法廷通訳というちょっと変わったねパンフレットも発行されているんですけれども、今いろいろな国の方々が日本に入ってきて、そして裁判が刑事事件でもあり民事事件もありますけれど、そういう中で刑事事件だけを限っていっても
かなりの事件が通訳が入ってるんですね。で、平成30年の地裁関西の終局した被告人は 54,862 人で、通訳人がついた外国人被告人は3,757 人、15人に1人の割合で通訳が入っているんですけれど、この通訳の数がですね、非常に、少数言語というのも非常に多いわけでございます。シンハラ語とかですね、ウルドゥー語とか、ベンガル語、モンゴル語というような言葉しか使えない被告人というのもたくさんいらっしゃるんですね。それで中国語が非常に多いんですけれども、中国語っていうのもこれまた奥が深くてですね、広いもんですから、上海語だとかの標準語であれば中国人はみんなわかるかというとそうじゃなくて、ずっと奥地だとすごい、もう通じない人たちっていうのがいてですね、何人もの通訳人をたどっていって初めて上海語と日本語に変わっていくっていうようなことも現実にはあるんですよね。でその中で通訳人を用意していくというのは大変だっていうようなことがある中で、現在通訳人は現場に行かなければならないんですよ、裁判所にね。そうすると、行ってる間は他の事件には行けないですし、大変な時間をかけて行って通訳するのは30分とか1時間とか、長くてもですよ、そういうような状況の中で、通訳人を一つに、例えば裁判所のどっかにですね、通訳人にいてもらって、全国をウェブ会議で通訳人の通訳の時だけね使うというようなことも考えていいんじゃないかと思っているんですが、この点について何か弊害はありますか。法務省川原刑事局長。お答え申し上げます。今の委員のご指摘確認させていただきますと、通訳人が当該裁判を行っている裁判所に行かずに、通訳人にとって便利な場所にいて、全国の裁判に、全国のどこの裁判所でも通訳に対応できないかというご趣旨であろうと思います。で、これにつきましては、実は平成30年に施行されました改正刑事訴訟法におきまして、いわゆる証人尋問につきまして、公害ビデオリンク方式と、すなわち現に裁判をやっている裁判所とは別の裁判所に証人が来て証人尋問できるという方式を採用されているところですが、これが通訳人にも適用があることになっております。従いまして、実例、通訳人が必ずその裁判を行っている裁判所の場所に来なければいけないということになっておりませんで、実際に、これまでも個別の事件におきまして、裁判体の判断によりまして、今申し上げた制度を利用して、通訳人が法廷に在廷せず、いわゆるビデオリンク方式を用いて、通訳が実施された例があるものと承知しております。串田誠一君。はい、その場合ですね、日本国憲法の第37条には、すべて刑事事件においては被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有すると書いてあるんですが、通訳人が公開の裁判の法廷にいなくても、この憲法の37条には反しないという理解でよろしいですか。川原刑事局長。お答え申し上げます。今現在刑事訴訟法で規定されております方式につきましては、当然これは政府として、憲法に反しないという判断のもとにご提案を申し上げて、国会でやっていただいたものでございますので、現行の制度については憲法に適用しているものと承知しております。串田誠一君。はい、そうすると例えば民事事件の場合ですね、民事訴訟法の154条では、云々の中で通訳人を立ち会わせるって書いてあるんですよね。民事訴訟法上の154条には立ち会わせるって書いてある、この条文に抵触はしないですか。小出民事局長。答えて申し上げます。民事訴訟におきましても、現行法のもとにおいて、通訳人がウェブ会議等により通訳することが許容されているというふうに解釈されているところでございます。ただそのウェブ会議で通訳人が通訳することにつきましては、遠隔地に居住していることといった要件がございますので、今ご案内のとおり、民事裁判手続きの IT 化に関しまして、法制審議会
民事訴訟 IT 化関係部会によって調査審議がされているところでございまして、その中では先生ご指摘の少数言語の通訳人等の確保を促進していく観点から、遠隔地に居住する場合じゃなくてもウェブ会議または電話会議等の方法によって通訳をすることができる規律の導入について調査審議が進められているところでございます。串田誠一君。はい、民事訴訟法も刑事訴訟法もこういったようなことを想定してないので立ち合わせるというようなことになっているんで、表現的にちょっと抵触するような文言になっているとするならば、そこはちょっとこう改めていくということも必要なのかなというのと、少数言語の場合はですね、正確かどうかというのは非常に難しい部分もあるし、その需要と供給が合わない部分もあるので、今機械翻訳って非常に優秀なものが あるわけですから、こういったようなものを例えば接見の時に利用するとか、法廷でもそういったものが導入されるという時代が来るのかもしれない。その場合にはこの民事訴訟法も刑事訴訟法も通訳人という人が入ってるんですね。ですから、この部分の文言も今後はですね、将来検討していかなければならないのではないだろうかというようなことを提案させていただきまして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。これにて法案に関する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し